こんにちは。さあ、今回は、菰田さんがちょっと喜ぶお話をしたいなと。いや、喜んでね。はい。はい、中日ドラゴンズ。はい、ありがとうございます。ね、久しぶりに。俺ね、中日はもっとできると思うよ。いや、言ってください、もっと。もっと言ってください。なんで勝てないのか、不思議でしょうがないもん。ただね、はい、周辺はめちゃくちゃいいよ今、はい、もう選手としての確率ができてる、はい、でバッティングもおそらく自分で掴んだものが全然ある、まあ、そうなってくるとそんなに大崩れはしないと思うんだよ、はい、でも周辺が4番打ってるようできついな。そうです。いや4番打てる子だよ、はい、打てるけどやっぱり周辺は3番であり、まあ、そこら辺を打ってもっと生きてくるという、うん、あれをやっぱ打てるから4番にするっていうんじゃなくて、やっぱビシエドだとか、うん、まああるもんって、まあここら辺やっぱりしっかりしてくれないとな、うん、であそこはさ、足も速い選手多いし、大島なんか盗塁うまいしな、うん、だからバランス的には俺全然悪くないと思うんだけど、なんで噛み合わないのかなと思ってさ。中継ぎですか？いや、ピッチャーですか？まあ、ピッチャー、まあそうだな、俺、悪くは見えないんだけどね。言うほど、まあ、まあ、ロドリゲス、ロドリゲスで、マルティネス、マルティネス、この2人いるじゃん、あと2人いたらいいんじゃん、で、鈴木浩志、もう抑えから降格、うん、そしたらなんかこれやめた、ねえ、お家ですね、これ。いやだからこんなこと、じゃあ抑えてなかったらやんねえのかっていう話じゃん。あ、だからそういう子供みたいな感覚は大人になってこないとさ、やっぱ勝てるチームなんないと思う、はい、うん、そうですね。だこの夏、キューバ代表で、うん、マルティネス選手が招集かかってるんで、うん、いなくなるんですね。そうだな、これは結構激痛だよ、それは激痛だよ、大惨事ですね。あまあ一人の力じゃどうしようもないからさ、ね、うん、だから誰かやっぱ助けていかなきゃいけないとは思うんだけどね、うん、まあだけど俺は勝てないチームではないと思うんだよね。じゃ何がそうさせてるんですかね。やっぱりレギュラーを誰に固定するのかっていうところなんだと思う。あ、じゃあショートは京田なのか、はい、堂上なのか、セカンドも同じこと言えるね、阿部、うん、なのか亀澤なのかで、キャッチャーって竹山っていうのを急に使い出したけどさ、そうです、ね、竹山なのか、加藤なのか、加藤なのか、大野なのか、大野なのか。だからやってることが今探ってんのかなっていう感じがするんだよね。いや、そうじゃなくて京田が例えば仕上がれば10年ショートの心配いらない、はい、でもファームにネオがいる、だから固定させるよりは流動的に使ってた方が、あ、ネオが育った時には固定しやすいとかさ、あ、まあ、先を見据えてんのか。でも現状 大切じゃない、はい、でセカンドだってそうだよね、阿部、はい、からスタートして亀澤行ったりだとか、それはもうね、調子が悪くたってやっぱある程度我慢してやらないと調子って戻らないよ。で使われた選手だって調子が悪かったらまた元に戻すわけでしょ、はい、じゃあ使っとけよって話じゃない。毎日メンバーが違うし、毎日打順も違うじゃないですか。確かにね、だから落ち着かないよね。うん、これはね、強くて技術のあるチームだったらそういうことが可能になってくるんだよ、うん、それだけ経験があるから。だけど今の中日の若手って経験がないでしょ。そうですね、だからそれをやることによって野球が落ち着かないとかさ、本人が落ち着かないっていうことになってるんじゃないのかなって思うよね。選手も迷ってるってことですよね、そういういきなり最初のポジションに。まあ選手が迷ってるって首脳陣の迷いが選手を迷わせるようなことになってるっていう。ああ、それが映っちゃってるみたいな、うん、なんかそんな感じがするよね。じゃあまずどっか一つやっぱ決めていった方がいいです、1個ずつ、うん、だから俺は先に二遊間をしっかり決めた方がいいと思 う、やっぱもう中日だ ね、 ね、これね、競争だとか言うけどね、はい、選手からしたら大きなお世話でね、はい、もうね、落ち着かないもんなんだよ。でもそこに競り勝たなきゃいけないよ、選手はね、はい、選手は競り勝たなきゃいけないんだけど、でも京田っていうのはルーキーの時に実績を残し、はい、で、まあ、昨年ダメでみたいな、いやだけど物としたらすごくいいよやっぱり。そうですよ、うん、でどの道、あ、どの道じゃないどの上、いや、どの道でもいいっすよ、新人感出たんでいいっすよ、どの道でも普段どの道って言ってんだなって面白い。いや、どの上ね、はい、でも直道ですね、はい、直道、はい、
ここまで来るのに何年かかってるっていう話で、それ考えるとやっぱ強打でしょって、うん、ね。じゃあセカンドが決まらない、はい、じゃあセカンド阿部なのか直道なのか亀沢なのか、この中の一人を取った方がいいって、うん、やっぱレギュラーの器っていうのはレギュラーの器でちゃんとあるから、はい、だからそこはやっぱり見極めて我慢をするということが俺は一番いいと思う、うん、でもそのレギュラーの器を感じてないのかもわからないけどね。でキャッチャーは竹山じゃなくてやっぱ加藤だよ、うん、これからのことを考えるの、 そしたらもう我慢をする、はい、もうね数字はついてくるから、はい、慌てなくても。だから福田も中途半端じゃない、だからそういう意味では。ああそうですね、福田選手もあいつのバッティングは使えるよ、いいっすよね、使えるよ。だからポジションがないっていうわけでしょ。そうそうそう、ポジションがなくしてんのはじゃあ誰なんだっていう話だよ。だからいいとこ取りばっかりしようとしても無理だって。やっぱね捨てるところは捨てて我慢をする、うん、ことも俺はチームを作る上では大事だと思うんだよ、はい、例えばテレビを作る、テレビを作るでもまあ生番組を一本作る、はい、インサートっつってあのビデオテープがあるよね、何本もこう作っとく、はい、でも番組が始まる、捨てる勇気がなかったらもうね何喋ってるかわからなくなる、うん、ひっちゃかめっちゃかな、やっぱこれ入れなきゃいけない、これ入れなきゃいけない、いやもうここはやらないって決めてさ、うん、その手間暇かかってるよここには。でも捨てる勇気も大切だって、うん、じゃないといい意味番組にはならないし、それをこう例えにするといいチームにならないということね。ごちゃごちゃになりすぎても、うん、あれもこれも詰め込みすぎてって感じですね。そうそうそう、だから捨てるところは捨てる勇気も必要だということだよ。だからそういうことができるようになってくると、俺は中日は戦力を見たときに全然今の地位にいるチームではないと思うし、うん、むしろ期待してるよ。それは本人たちも喜ぶと思います。いや本当にだからなんでこれだけ噛み合わないチーム珍しいよ。ただピッチャーもそう、はい、まあ名前出して言わないけど、いやもうそこで期待するなっていう選手もいる。いやそれはもう中継ぎでも無理だからみたいな、うん、名前は出せないですね。いや、これもね、意外にいろいろこう、生活していて、はい、ま、飲み方ってあるじゃん、はい、あ、はい、あ、こいつダメだなと思うもん。お飲み方ですか。いやいや、やっぱそういう性格があるから、はい、そこをちょっとメス入れますか。いや、入れなくていい。そんなね、俺が自爆するまあ、それいいんだよ。いやだけどやっぱりそういうね、私生活っていうのもプレーに出てくるから。うん、ああ、じゃあ、うん、誰だ。いや誰だ。まあまあそういうまあまあそういう、はい、そういうタイプの選手がいる。うん、なるほど。でもね、まあ例えばこの前の試合でも藤井がさ、ファームから上がってきて、いやこの前ファームのゲーム見たら、あ藤井がいるじゃんとか思いながら、そうこうしてたら、あの交流戦始まったら上がってたじゃん、でいきなりホームラン打ってたじゃん、ね、で年調べたら38なんだよ。いやもう大ベテランですよ、まあ、そういう選手を中心にまとまっていけばいいのになと思うんだけどね。まあ周平があれだけ頑張ってるしさ。いやそうっすよ、ね、クラスの MVP ちょっと、いやいや行くんじゃない。あるかもしれない、そのままね、3割5分ぐらいあるんですよね。やっぱ考え方もあると思うな、はい、うん、考え方、チームにどうやって貢献をしていくか、はい、どうやってなんか犠牲的精神を払っていくかっていう、うん、やっぱそういうところなんだと思うけどな。そしたら強くなる。そうですね、うん、ちょっとあの別件なんですけど、うん、大島選手の、うん、見ました、リクエストの、あのランニングホームランになるかっていう、あれね、あランニングホームラン、はい、あれはやっぱリクエストしてもああいう判断になるという、まあいろんな角度からの難しいっすけどね。でもさ、もうリクエストにさ、俺もセーフかなと思ったよ、はい、アウトになったけど、はい、いやだけどさ、リクエストにもう文句言ってたらさ、もうルールもへったくれもなくなるよね。あ、もう意味ないっすからね、うん、だからもうしょうがないよ。でコリジョンがさ緩くなってんな。いやいやだってライブに入っちゃいけないっちゃ、キャッチャーが、ね、はい、取る時も、はい、平気で入ってるからね。あれをリクエストなんでしないんだろうっていうのがたくさん見える。忘れられてきてるってことですね。忘れられてきてる、なんかもうどんどん一つやると一つ忘れるって言ったんだね。
なんか鶏みたいな。そのうちリクエストも忘れられてるかもしれないです。また新しいの違う、新しいの出てきて。